こんにちは。デンバーアカデミー、堀秀夫です。今日はポケモン商品仕入れのコツについてですね。で、これポケモンに限らず、他の仕入れの時もね、注意した方がいいことなんで、よく覚えておいてください。3商品で、基本的に、3つの注意点というかね、ポイントがあります。まず、今非常に熱いポケモン GO プラス、ね、ポケモン GO をやるときに、リストバンドになくね、Bluetooth で接続して手にくっつける、なんていうんですかね、時計型、ブレス、ウォ、リストなんです。リストバンドなんですけど、これ日本だと3500円で発売予定です。で、アメリカだと34.99ドル、イギリスだと34.99ポンドで発売するもんなんですけど、すでにヤフオクなんかではね、取引されてまして、定価3500円なのに、なんと7万7000円で落札されてると。で、これ、eBay だと2万円ぐらいで買えるんですけど、eBay で買ってね、ヤフオクで売れば悪くてもトントン、ね、うまくいって3倍かなというのでやると結構こけます。なぜなら、ね、今9月まで延期ってなってましたけど、基本的にはもう物自体はたくさんあってですね、物自体がたくさんあるってことは、香港あたりではですね、ライセンス違反のものとかが大量にもう、在庫してます。だから、定価で買う、ね、定価以下で買う、あるいは定価で買えば、儲けは、出ると。で、悪くてもね、定価近辺なら売れるんで、そんなに損はしないということでいいんですけど、プレミア価格で買うと、定価で出た時に、これはもう目も当てられないと。ね、2万円で買って、結局3500円でしか売れなかったらね、7倍どころか7分の1になるわけなんで、プレミア付きで買うと、ね、定価より高く買って、儲けるというのは、よほど自信がある場合、売れた商品の関連とかね、すでに独自ショップで売れた後とかいうこと以外はやめた方がいいです。最悪なのがね、こういうゲーム系とかね、ゲーム本体とかソフトなんかでよくあるのは、プレミア価格で売ったと思ったらね、購入者が後から定価で仕入れたものをね、返品してきてね、中古で返ってきちゃうということがあります。こうなると目も当てられないんで、いくら差額があるからといって、プレミア価格で買って売るというのはね、本当に慎重にした方がいいです。で、ポケモン GO、これはもう定価で買えるなら買っといた方がいいです。売れます、きっと。9月発売ですから、どっかでね、先行予約とかしてたら予約するといいんじゃないかなと。ただ張り切ってね、100個くださいとかね、やっちゃうと、おそらく注文を受け付けてもらえないでしょうし、出入り禁止になる可能性があるんでね、それが微妙にね、4人家族だから4個とかね、デザイン違いが全部あればいいんですけど、多分今出てきたとしても1種類しか出ないんで、せいぜい3個ぐらいね、可愛くしとくのがいいのかなという感じですね。次に、ね、これ無料のものは結構高くなるという事例なんですけど、実はこのね、ただでもらったピカチュウカードが3800万で売れたという eBay では伝説になってる話のピカチュウカードです。カレンダーのおまけがね、1枚だいたい3万8000平均で売れた。1000枚無料でもらってたんで全部売ったら3800万になったっていうね、そんな美味しい話あるんかいっていうカードなんですけど、これは今、eBay だと1万3000円ぐらいですね。で、ヤフオクだと2800円。これは結構面白いかなという気がします。ただ、注意点としてですね、Amazon でこれ繰り返し売るとアカウント削除、あるいはサスペンドのリスクは非常に高いです。なぜなら、本来というか一応 Amazon 規約ではですね、販売してるもん、普通に市販品しか売っちゃいけませんと。こういう無料で配ってたものとかね、プロモ商品とかを売るのは規約違反になってます。だから原則 eBay で売った方がいいです。ただね、eBay やるのがめんどくさいとかね、eBay まだ全然アカウントありませんという方は、裏技というかなんというかね、例えばピカチュウのぬいぐるみ、なんでもないつまんないぬいぐるみに、おまけとしてこのポケモンカードをくっつけちゃうと。ね、10ドルのぬいぐるみにポケモンカードをくっつけて150ドルで売っちゃうというのはね、これは面白いことに規約違反でも何でもないんで、本来おまけのものを
おまけにつけて売るというだけの話なのでですね、まあ、そういう抜け道もある。まあ、ピカチュウカード、これね、ポケモンカードは、まだまだいろんなやり方がありますので、またご相談ください。eBay のアカウントを作るのにね、安いカードをある程度セットにして売ってもいいでしょうし、もうポケモンカードっていうのはね、普通の、珍しくもないカードはね、1枚10円とか20円とかでも買えるんで、これはいろいろ使い道があります。ポケモンカード。それから、ポケモンセーターで売ってる限定品。ね、これ、金のコイキング。5800円で売ってたのが、eBay だと4万円。まあ、これはね、Amazon でも売れますけど、今は品切れになってます。イヤホークだと1万7500円。で、これ、まず、ポケモンセンターで売ってる商品を買うのはですね、ポケモンセンターもオンラインショップがあります。あと、ポケモンセンターもね、ポケモンセンター限定じゃない商品も売ってます。それからね、ポケモンセンターがなんと、Amazon にもショップを持ってます。これらの店ですね、Amazon のショップとか、ポケモンセンターオンラインで売ってるものは、値上がりするものを見極めて、値上がりするまで待って売らないといけないと。で、ポケモンセンターで売り切れて値上がり始まるまではですね、早くても2ヶ月、3ヶ月。遅いとね、半年以上かかります。だから、まあ、値上がり商品がわかんないとかね、差額が見つけるのは厳しいという方は、ポケモンセンターでしか買えない商品、ね、ポケモンセンターまでわざわざ行かないと買えない商品の中から商品を選ぶのがおすすめです。どれがいいんだかわかんないという方はですね、まあ、とりあえず今幸いポケモン GO が流行ってますんで、ポケモンセンターでポケモン、スマホを出して写真撮ってもね、あんまり怪しまれないと思うんで、まあ、写真撮って値段とね、ジャンコード分かるようにして、物と値段とジャンコード分かるようにして写真を撮って聞いてください。その場ですぐに返事はできないと思うんですけど、また次回行った時にね、知り合えると。で、特に、まあ、おすすめなのは、興味がある人ついてって、あるいは自分が興味があればですね、これ欲しいなというものをまず1個買って、で、売ってみると。あるいはね、それの類似品がどういう値段で、成約してるか調べてみるというのが一番のおすすめです。大体興味がある人がね、欲しいものは他の人も欲しがるもんなんで、それでポケモンセンター限定商品だったら、まあ、かなり手堅いなという感じですね。まあ、これはね、ヤフオクだと1万7500円、eBay だと4万円ですけど、まあ、プレミア付きで買うのはどうかなと思いますが、これはね、でかいんですね。90センチもあるんで、でかくてね、保管も、輸送もしにくいという商品なんで、逆に、値段は、落ちにくいという商品になってます。ポケモンね、こういうふうにオンラインストア、それから、Amazon ポケモン店というのをね、注意してください。オンラインで簡単に買えるものは、なかなか差額が取れないですし、一時的に差額があってもすぐに値下がりするケースが多いです。そんなわけで、このオンラインで買いにくいものの方が、値段は上がりやすい、ね。差額は取りやすい。それからプレミア価格で買うと、危険だと。で、非売品は Amazon で売るのは、規約違反だというこの3つの点はですね、注意して仕入れてください。また商品等のことは、ね、わかんないことあれば、どんどんお気軽にご質問ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。